こちらが1週間経った塩麹です。お塩の代わりにいろんなお料理に使ってくださいね。美味しくできますよ。皆さんこんにちは。今から話題の調味料塩麹を作っていきます。既製品を購入すると少し高い塩麹ですが、材料さえ揃えば簡単に作ることができますので、ご家庭でもぜひ挑戦してみてください。それでは材料です。米麹、塩、水。材料は簡単ですが、いくつか注意事項があります。米麹はこういった形でスーパーで売っていますので、そちらを購入してみてください。お塩は生鮮塩や岩塩は不向きですので、天然のお塩を使っていきましょう。お水は浄水を使います。市販のミネラルウォーターでも構いません。ただし麹がアルカリ性を嫌いますので、アルカリイオン水などは使わないようにしてください。それでは作っていきましょう。このような大きめのボウルに米麹を移していきます。このようにしっかりと揉みほぐしていってください。麹は生き物ですので、このようにして起こしていきましょう。しばらく揉みほぐしていくと甘い甘酒のような香りがしてきます。このようになってきたらお塩を加えていきます。お塩を加えたらしっかりとなじませてください。このように握るようにしてしっかりとなじませていきましょう。はい、それではこのようにしばらく揉むと指の形がしっかりと残って塊になるようになります。このようになったらお水を入れていきます。ここでもしっかりと揉み込んでいきましょう。こうすることで出来上がりが、お水と麹が分離せずに綺麗な仕上がりになります。はい、これで塩麹の完成です。塩麹は混ぜるだけですごく簡単にできます。出来上がった塩麹はこのような瓶に移していただいて、1週間ほど常温で発酵させていってください。はい、瓶に詰め終わりました。このような状態で1週間から2週間常温で発酵させていきます。その際に1日1回このようにスプーンで下から混ぜると発酵がスムーズです。1週間後、味を見て塩の角が取れ、まろやかになり旨味が出たら出来上がりです。その後は冷蔵庫で保存をしてください。半年間は美味しく使えます。はい、塩麹の作り方の説明は以上です。こちらが1週間経った塩麹です。少し色が変わってトロンとしてきます。分量は麹とお塩とお水を3対1対4の割合で作っていきましょう。お塩の代わりにいろんなお料理に使ってくださいね。美味しくできますよ。Hi, today's key phrase is brought to you by Wahaha Japanese Language School. こんにちは、わははのあやです。今日の一言、じゃがいもを茹でます。じゃがいもを茹でます。また次のレッスンで。